坂井高明は、日本の政治家、弁護士。兵庫県丹波笹山市長。元兵庫県議会議員。丹南町立城南小学校、丹南町立丹南中学校卒業。1973年3月、兵庫県立笹山大鳥鳴る高等学校卒業。1978年3月、中央大学法学部法律学科卒業。同年10月、 司法試験合格。1981年4月、弁護士登録。1995年4月、兵庫県議会議員選挙に出馬し初当選。同年6月11日、県議に就任。以後、1999年、2003年と連続当選。2007年1月15日、瀬戸亀吉市の山市長が健康上の理由により退任。 これに伴って2007年2月25日に行われた篠山市長選挙に無所属で出馬し初当選。2011年2月の選挙で2期目の当選。2015年2月の選挙で3期目の無投票当選。2018年8月1日、篠山市の氏名を丹波笹山市にすることを表明。しかし、これらの動きに対して市民団体が氏名の賛否を問う。 住民投票の請求が10月5日になされたことなどを受けて、辞職して出直し市長選に出馬する意向を表明した。10月16日付で辞職。同年11月18日に行われた市長選挙に自民党、国民民主党、公明党の推薦を得て、立候補し、元市の山市議の奥土井卒臣を破り、4度目の当選を果たした。また、 同日住民投票が実施され、篠山市の氏名を丹波笹山市にすることにつき、住民投票の結果も賛成多数となった。2019年5月1日、正式に篠山市は丹波笹山市に変更された。ありがとうございます。